はい、ワットショーの時間です。5G が危険だということで、頭にアルミホイルを巻いている陰謀論者はご存知でしょうか？そんなやつおれへんやろ。って大木こだまのネタみたいに言った方いるかもしれませんが、いるんですよね。最近そのアルミホイルを頭に巻いても意味がないという研究結果が出ましたので、それを深掘りしていこうと思います。話は天才科学者ニコラ・テスラにまで遡ります。テスラが発見したとされるテスラ波をもとにトーマス・ベアデンという人物が提唱した電磁波の一種をスカラー電磁波と言いますが、これは現在科学で裏付けられているものではなく、都市伝説の域を出ない電磁波となります。2003年、このスカラー電磁波で共産ゲリラから攻撃されていると主張した宗教団体がいます。それがパナウェーブ研究所。パナウェーブ研究所は、スカラー電磁波は人体にとって有害であるということで、身を守るために有効という白装束を身にまとっています。白装束の他にも渦巻き状のマークを車に貼りまくったりしておりましたね。そのスカラー波は自然環境を破壊し、地球の自転公転にも影響があり、地球崩壊と人類滅亡をもたらすと言います。都市伝説的なことを言っておりますが、このパナウェーブ研究所は2003年のことなのに YouTube 出すまで僕は全然知らなかったですね。ワイドショーに取り上げられて有名になったのも、惑星ニビルが地球に落下してくる危険を訴えて、福井県に向けて大移動を行ったからということだったようで、結構都市伝説信じちゃうと、某 Q もそうですけど、ニュースにまでなっちゃう事件を起こしちゃうんで怖いですよね。パナウェーブ研究所は、知野優子という人物が1977年に設立した知野商法会という宗教団体の一部門となっております。一部門といっても、知野商法会の中のどんな役割をしてたかはわかりませんけど、知野商法会では宗教と科学は宇宙の真理を別の側面から追求したもので、本来は同じものであると宗教と科学の一致論を唱える団体です。なので白装束や渦巻きマークはスピリチュアルでもあり科学でもあるってことですかね。僕も宗教ではないですけど、スピリチュアル的なパワーは将来科学で解明できるものであるという考えなので同じような感じですね。そしてこの団体の概要として、宗教法人ではなく、教典は持っておらず、共産主義を敵対視しているような団体です。教典を持っていないということは、知野優子氏の言うことは絶対という感じなんですかね。細かい情報が少ないので、そういう知野優子氏が言えば何でもありだったかとかはよくわかりませんが、最盛期では会員が1万人いるとされていたり、白装束で話題になった頃は1200人いたと言われております。白装束を身にまとう以外にも色々と事件がありまして、2003年に岐阜県の林道を占拠し、天変地異が起こると主張したため、公安に調査されたのですが、虚偽の自動車登録が発覚したため、パナウェーブの代表と自動車整備工場の検査員が有罪判決となりました。パナウェーブの代表といっても、知野優子氏ではなく、あくまでも一部門であるパナウェーブのトップのことみたいです。また、メンバー内での傷害致死事件などもありました。まあ実際は大きい事件としては、虚偽の自動車登録とメンバー内での傷害致死事件ということで、あまり一般人に被害があったわけではないので、怪しい宗教団体ではありますが、メディアが必要以上に悪者のように映したという側面もあったみたいですね。まあオウム事件からたった数年後というのもあるので、仕方ない面もあるかもしれません。その後2006年に知野優子氏が亡くなると、パナウェーブは自然消滅。ということでやっぱり独裁で本当は教団のやり方違うんじゃねっていう人もいたのかもしれませんが、本拠地を囲ってた白いシートとかも外され、白装束も着なくなった感じですね。その本拠地だった場所には人が住み、普通の民家のようになっているようです。そこに住んでいる人ももともとパナウェーブ関係者っぽいですが、2021年にフリーライターの方が取材を申し込んでも平穏に過ごしたいだけだということで、一応ポストには知野商法会との記述があったらしいので、宗教団体としては存続しているみたいですが、平和に暮らしているとのことです。またこの団体と関連していて、知野優子氏の本のみを取り扱う LR 出版というところをたどると、今でもブログなどは更新されているので、興味ある方は見に行ってみてください。そういえばエガちゃんが今だから言える話でパナウェーブの話してたんですけど、当時白装束着てパナウェーブの本部に突入したら、何してんだ俺たちの白装束は特別なんだって怒られたらしいですね。そこで白装束脱いでスパッツになってパナウェーブスカラーハーって叫んでたら10人の信者に追いかけ回され、たまたまそこで張っていた公安に取り押さえられたらしいです。まあパナウェーブじゃなくて捕まったのが公安で良かったですよね。それでスカラー電磁波から身を守るために白装束を着ていたパナウェーブでしたが、この話は今回の話の前置きとしてこんな宗教団体もいましたよっていう紹介部分となっておりまして、ここからの話としては、近年電磁波を使って他人を遠隔でマインドコントロールしたり、5G で鳥がバタバタ死んでいるなどの 5G 電磁波陰謀論が存在しております。あと枠関連の 5G 陰謀論とかもありましたね。僕も 5G が出始めの頃はちょっと様子見で iPhone を 5G 対応のものにしなかったのですが、今は iPhone ぶっ壊れたのと様子見期間終了したので 5G 対応の iPhone 14にしております。ただこれって本当に 5G なんですかね。僕は iPhone 11から iPhone 14に変えたんですが、使用感がほとんど変わりません。5G が出る前は2時間の映画を3秒でダウンロードできる夢のような技術みたいなこと言ってたのに、そんなに早くなくないって思いません？調べると現状は研究時の理想の速度がそのくらいなのと、実際の生活では障害物も多く 5G が障害物に弱いからというのと、まだ基地が少ないということでその速さが体験できないようですね。まあ現状は何も体感できないインチキ 5G ですね。本当に基地が増えたら速くなるのかっていうのも疑問ですけど。ということで 5G 陰謀論の話に戻りますと、その 5G から身を守るためにアルミホイルを頭に巻くといいという話が出てきたんですね。実際にたまに街でアルミホイルを頭だったり全身に巻いている人とかもいるみたいですね。まあ僕は見たことないですけど。そういった話の上でアルミニウムのメーカーである東洋アルミエコープロダクツ株式会社による回答があったので紹介すると、アルミニウム自体に電波を遮断する性質はあるが実際のところは分かりかねますという回答をしていたり、日本アルミニウム協会も分かりかねますがアルミニウムは非磁性体で磁気に影響されませんので電子機器やケーブルのノイズシールドなどに用いられますという回答をしております。なのでそういう性質自体はあるみたいですね。5G が防げるかはまた別問題ですが、実はこのアルミホイルを頭に巻くというのはティンホイルハットといって、古くは1926年に出版された SF 短編の「組織培養の王」という本の主人公が金属箔の帽子がテレパシーの効果を打ち消すことを発見したという話が描かれております。もともとはこういったフィクションが発祥だとされるのですが、実際に電磁波によるマインドコントロールや脳への攻撃、思考の盗聴などがされていると主張する人たちがアルミホイルを頭に巻くことについての情報を共有していることで、妄想癖や陰謀論と結びつきを持って出てきました。妄想癖ということで、特に統合失調症という病気と関わりがある場合も多くなっております。統合失調症では正体のわからない誰かにひどいことを言われている、部屋が盗聴されている、電磁波に襲われていると主張するような症状だからです。120人に1人かかる疾患なので決して珍しい病気ではありませんし、結構都市伝説界隈には多い病気だと感じております。都市伝説界隈じゃなくても SNS とか YouTube 見てると多いですけどね。統合失調症の症状には、例えば上位の存在の声が聞こえる、命を狙われているとかで自分が特別な人間だと言ってくる人がいるのですが、その方たちも結構統合失調症の方が多いですね。それは話を問い詰めていくと明らかに話に矛盾が生じているのでわかります。こういうことなので、この妄想の方向性によってスピっている人にも陰謀論者にも変わります。被害妄想とか古代妄想とか〇〇妄想とつくものはたくさんあるのですが、都市伝説界隈で関係しそうな妄想で言うと、被害妄想が先ほども出した電磁波攻撃をされているとか命を狙われているという話で、そういった人は陰謀論寄りの妄想をしてしまう統合失調症の方です。攻撃されているとまではいかないけど、似たようなことで言うと中殺妄想というものがあります。盗聴されているとか監視されているとか思うものですね。次に古代妄想というのは、実際より地位や財産、能力があると思い込んだり、皇族だったり、偉人の生まれ変わりと思い込むようなものです。同じようなので、血統妄想という自分がこの血統だと思い込むのもありますね。色々と偽物も出てきておりますが、偽物もただの詐欺ではなく、古代妄想、血統妄想の可能性があります。そうなると証拠がないということを根拠を持って否定しても、本人が本物だと思い込んでいるので関係ないという感じですね。次が宗教妄想。これは古代妄想の中に入っている妄想とも言われますが、自分自身に超次元的で特別なパワーがあると信じたり、上位の存在から特別な啓示を受けたとか、病気を治す力を授けられたとか、自分自身が神であると信じてしまう症例ですね。宗教妄想と言われる理由として、最終的に宗教団体の教祖とかにもなってしまう方もいますね。まあ実際にね、統合失調症で声が聞こえて宗教団体の教祖になった方も知ってますし、こういう感じの宗教妄想の方を何人も見てきました。ある時治ったりしてそういうのをやめたりするので、やはり病気だったんだなって思うことがあります。都市伝説に関係しそうな統合失調症の妄想はこんな感じです。それで統合失調症とイコールというわけではないですが、電磁波過敏症というものがありまして、電磁波を受けると体にいろいろな不調が現れるというものがあります。2018年の独立行政法人労働者健康安全機構の報告によると、 WHO や欧州科学技術研究協力機構やスイス連邦環境局、ノルウェー公衆衛生研究所などは電磁波過敏症に関して否定的な見解を出していると紹介しております。電磁波過敏症というのはないのではないかということですね。あと電磁波攻撃があるということをこういった方に思われている理由は、実際にハバナ症候群というものがあったからかもしれません。アメリカの外交官や情報機関職員が世界各国の大使館などで頭痛や嘔吐など原因不明の健康被害を訴えたというもので、延べで言うと200人以上が健康被害を受けていると言います。調査した結果が最近出ておりまして、アメリカは2023年3月1日に外国の敵対勢力による攻撃の可能性は低いと結論を出していましたが、2024年にはロシアに焦点を当てている独立系のメディアのザ・インサイダーは、ロシア連邦軍参謀本部情報総局による音響兵器攻撃の可能性があると報道しています。これに対しロシアの大統領報道官は根拠のない報道であると反論しております。独立系メディアはロシアだと言っておりますが、アメリカとロシアが否定しているので、ロシアの攻撃の可能性は低いような気がします。こういったハバナ症候群のように都市伝説のような話が最近でも話題になったので、自分にも電磁波攻撃があると妄想で思い込んでいるのかもしれません。プラシーボ的な話かもしれませんけど、自分も枕元に携帯を置くと睡眠があまり良くなかったので、寝るときは機内モードで寝るようにしたら眠りが良くなったということはありますね。それでも完全じゃなかったので CBD オイル摂取するようになったらさらに改善されました。この動画はね、CBD の案件ではないです。ということで色々と話してきましたが、実は今回の話はここからが本題。本当に頭にアルミホイルを巻いたら電磁波を守れるのかという部分を見ていきます。正式な実験の前にある VTuber が実験していたのがあったので、まずはこちらも紹介します。マネキンの頭をくり抜いて計測器を入れた状態でスタンガンを使って電磁波を測定するというものです。その実験によると、実際にアルミホイルありとなしだと数値の上がり方が全然違ったので、スタンガンの電磁波の場合は結構効果があるっぽいですね。あとはいろんなアルミホイルの商品を使っていましたが、商品によって全然数値の上がり方が違いました。それでも全然食らってはいたので、気持ち大丈夫っていうレベルだとは思います。ちなみに一番上がり方が少なかった商品は、クックパーフライパン用ホイルっていう商品でした。こんなこと言うと陰謀論者がクックパー買い集めそうですが、僕のチャンネルはそのレベルの陰謀論者が見てないと思うんで大丈夫ですかね。僕には話聞いてもらえないと思っているのか、そういう方たちからのアクションは結構少ないですね。そしてこの実験結果でも分かったように、金属箔の防止という発想は口頭無形というわけではなく、しっかり作れば理論上は電磁波の総量を減少させることができると言います。ただそれは密閉したり、厚さが必要だったりと条件がそれぞれ異なります。帽子の場合は被るものなので顔部分が空いていたり、厚さも薄いのであまり意味がないという話もあります。これから話す実験では電磁波の周波数によって結果が変わります。その実験では最近、アルミホイル帽子は 5G 電波を逆に増幅するという陰謀論者泣かせの研究結果が出てました。これは最新の研究結果というわけではなく、もともとは2005年頃の研究結果のはずなので、5G そのものというか、携帯会社が 5G で使っている周波数のものでの実験となっております。この実験ではマサチューセッツ工科大学の学生グループがアルミホイルで3種類の帽子を作って実験したのですが、すべての実験器具の総額で約3900万円くらいになっております。この金額は今の円安換算なので、実際には25万ドルということで、当時はもっとレート安いでしょうね。日本円だと3000万円から3900万円くらいの間っていうイメージです。でも僕は文系ですし、アメリカの大学だからなのかわかりませんが、こんな大金が研究費として出るっていうのがびっくりです。この帽子とはクラシカル、トルコ帽、センチュリオンという3種類で、画像を表示しているかもしれませんが二重構造になっております。そして帽子の内部に前、真ん中、後ろと3箇所に受信アンテナを設置し、電波を送り込みます。測定の結果、3種類の帽子ともにアンテナの位置に関係なく電波を増やしたり減らしたりしていることが分かりました。具体的には 1.5GHz の電波は 10dB 減り、 2.6GHz は 30dB 増えて、 1.2GHz は 20dB 増えていることが分かりました。では唯一減った周波数の 1.5GHz の電波は何に使われているのかというと、携帯会社各社の 4G で使われているようですね。つまり 4G 電波だけ減るということですね。陰謀論者は 4G での実験を見て 5G にもいけると思ったのでしょうか？それともそこまで考えてないですかね？2.6GHz は 30dB 増えていて、その帯域が 5G の帯域なんですね。逆に増えています。陰謀論者、やばし。そしてもう一個の 1.2GHz は放送事業、GPS、衛星などに使われているらしく、これも増幅されるということですね。ということでアルミニウムの帽子は何かしらの効果はありますけど、5G を防ぐために被っている陰謀論者はやばいということがある意味分かった感じですね。まあとにかく結局僕も陰謀論とか新技術に対する副作用とかも考えるので、 5G も最初は使ってなかったのですが、悪い影響なさそうだなということで今は使っているので、そんなに心配することはないんじゃないかなって思います。そもそも 4G と全然速度変わらないから、なんちゃって 5G じゃないのくらいに思ってます。今回最後のこの実験の話がしたいがための動画だったのですが、これだけ話しても短すぎるので、いろいろつなげていろいろな話しちゃいましたね。まあいろいろ話したからこそ、この動画はどなたが見ても初めて聞いた内容と思えるような情報が一つはお届けできたのではないでしょうか。それでは最後まで見てくれた皆さん、最後の一押しとしてグッドボタンとチャンネル登録して満足になっていってください。まあグッドボタンとチャンネル登録なんで二押しですけどね。そして都市伝説が語れて僕らにある都市伝説バーカムの新宿でやっております。営業日営業時間は毎回変わるので、概要欄リンクの公式 X で必ず確認してからご来店ください。通常営業はチャージ料1時間1000円となっていたり、普段から様々なイベントをやっていたりしておりますので、必ず X の営業情報をご確認してからご来店ください。それではご視聴ありがとうございました。